大輝のハマダイス探検隊マリン FM 開局に向けて爆進中、大輝です。実はですね、横浜マリン FM 開局準備室には親善大使がいるんですけれども、とはいえね、親善大使って何やってんのとか、どんな人なのっていう部分が皆さんわからないと思います。ということで、そんなマリン FM 親善大使が今回は遊びに来ております。横山たまみさんです。どうぞよろしくお願いします。横浜マリン FM 開局準備室親善大使の横山たまみです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、横山たまみさんですけれども、はい、僕は、いつもねたまちゃんって呼んでるので、今日も相変わらずたまちゃんで行こうかなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、本日はマリン FM 親善大使のたまちゃんにいろいろと質問していきたいなと思いますので、覚悟してください。はい、覚悟します。はい、まずね、今となっては当たり前のようにイベントなんかで見かけるんですけれども、はい、そういえばいつからいたっけなって僕ふと思ったんですよね。はい、親善大使就任して今どのくらいになるんですかね。去年の夏から活動を始めたので、だいたい約1年くらいになります。ほうほう、去年の夏ぐらい、何の時？本牧神社の馬流しで、はいはい、あーなるほど、歌を歌ったのが一番最初の活動でした。あ、そうなんですね。へえ、もともとたまちゃんって出身どこなんですか？神奈川県横浜市浜っ子です。あ、なるほど、はい、昔から馴染みのある横浜市じゃないですか。はい、はい、なんですけれども、マリン FM 親善大使になる前と、はい、今でなんか自分の中で変化したなっていう部分ってあります？そうですね、横浜のニュースとか、うん、歴史とかを詳しく知るように、積極的に知るようになりました。はははは、なんか今までは結構ニュースとか見ても流してたりとかしたんですけど、うんうん、積極的に結構、あ、こういうイベントがあるんだとか、うん、あ、ここの場所ってこういう由来があったんだとか、そういうのを注意深く見るようになったのが一番の大きな変化だと思います。なるほど、確かに本牧神社の大馬流しとかでもね、はい、大きな行事だし、はい、いろんなさまざまなイベントのたんびにね、なんかいろいろ学ぶ知識がありますよね。そうですね、うん、で、はい、去年からさまざまなイベント参加してますけれども、はい、親善大使って主にどんなことをされてるんですか？マリン FM を開局に向けての PR 活動を主にやっています。うん、はいはい、私は親善大使としてブログを書いたりとか、最近ツイッターも始めていろいろ PR をしています。ほうほう、ここからですね。じゃあツイッターの方も、はい、ぜひフォローよろしくお願いします。そうですね、はい、マリン FM PR っていうことなんですけれども、はい、マリン FM 開局準備室とはどんな団体なのか、改めて親善大使よりお願いします。はい、マリー FM 開局準備室は横浜市中区にコミュニティ FM の開設を目指し日々活動しております。東日本大震災や熊本地震でもコミュニティ FM は人々の支えになりました。海に面した中区は一刻を争う情報伝達が必要になります。地域の皆さんにまず知っていただき、理解してもらい、地域全体で担う FM 局になりたいと思っております。地域の夢である放送局の開局を目指しております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コミュニティ FM って本当にね、ピンポイントで情報を伝えるというところで、はい、もう中区はね、海に面しているので、うん、そういう部分ではね、本当に津波の情報とか、そうですね、そういった災害の情報っていうのは一刻を争うと思うんですけどね、はい、そうですね、うん、先日もね、8月かな、すごい中区大雨で雷もすごい落ちてて、はいはい、こういう時そういうピンポイントで情報がもらえるといいんだろうなっていうのがちょっと実感しました。なるほど、はい、これからマリン FM 頑張んないといけないですね。そうですね、頑張ります、はい、ちなみにもう慣れました？いろいろやってきて。そうですね、昔に最初の頃に比べたら喋るのも、うん、慣れてきたかなってちょっと思ってます。まだまだですが、はい、僕初めてね、はい、なんかステージで歌う姿を去年かな見たんですけど、ヒカルっていうね、パーソナリティが当時いて、今もいるのかな、はい、ヒカルと一緒に歌ってたじゃないですか、はい、本牧のイオンさんかな、
で最初なのにすごく堂々としてるなって思って見てたんですけど、はい、昔から何かやってたんですか？まず小さい頃3歳ぐらいからダンスを習い始めて、うん、はいはい、今もやってるんですが、うん、まあ、ヒップホップをはじめ、うん、タップダンスとか、うん、ジャズダンスとか、うん、まあ、ハウスっていうジャンルとかいろんなジャンルのダンスをまず習い始めて、で小学校3年生の時に、うん、たまたま受けたミュージカルのオーディションに受かったことがきっかけで、ミュージカル女優を目指すようになって、そこから歌のレッスンを始めて、だから昔から歌は、まあ、人前でも歌ってたし、うん、レッスンも受けてたので。おー、なるほどね、はい、ダンスやられてたんですね。あ、そうなんですよ。今だとちょっとそう見た目がそう見えないってよく言われるので、なんか、え、本当なのってよく言われるんですが、ちょっとね今思い出したんだけど、はい、僕がね自分のライブでダンスやろうかなとかね、はい、思ってる時にちょっとたまちゃん呼んでダンス教えてって言った時、はい、ありましたね、すごいたまちゃんを見たことない人を想像してほしいんですけど、結構ほんわかした雰囲気なんですよ。でも言うことは結構ストレートにね、いやちょっと硬いですねみたいなそんなこと言いましたっけすいません。こう見本を見せながらね、こうですこうです、もっと柔らかくなってそうでしたっけ。そういえば確かにダンス教わったなっていうのを思い出しました。じゃあまた今度ダンスのレッスンやりますか？頑張りますやりましょうでそっからね今、はい、歌だけじゃなくてブースでも最近は話してるじゃないですか、はい、この収録もそうですけど、歌やダンスとはまた違うと思うんですけど、やっぱ違った難しさってあります？そうですね、声だけなので、うん、身振り手振りもできないし、確かにただ単に可愛いとかかっこいいとか、うん、美味しいとか、うん、そういう言葉だけじゃ全く伝わらないっていうのが、うん、まあ、当たり前なんですけど、うん、改めてちょっと難しいもんだなって。確かにね、そう、僕もね、はい、もう全然こういう喋ることってやったことなくて難しいなってね、はい、そういう部分で思いましたね、いろいろ、はい、はい、で僕もともと埼玉の人間なんですけど、はい、他県の人が横浜に遊びに来るのにおすすめスポットとか、ぜひ食べてほしいものとか何かあったら教えてほしいなって思うんですけど。あ、そうですね、ここ地元民が知ってるっていうならば、うん、根岸森林公園っていう、はいはいはい、の JR 京浜東北線の根岸駅が最寄り駅の大きな公園があるんですが、はい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 、そこもともと昔明治時代かなんかは競馬場 で、はい、で今も馬の博物館とかがあってポニーに人参あげられたりとかする場所なんですけど、はいはい、そこ春は桜が綺麗 で、で5月とか6月とかも小学生とかの遠足に来るよう な、うん、なんか緑豊かな場所で、あ、ついでに2月は梅も綺麗なんですよ。あ、そうなんですね、はい、そこは結構おすすめです。なんか遊びゆったりもできるし、うん、しかもベイブリッジとかランドマークタワーも見えるんですよ。あ、へえ。なんかそこはちょっと穴場かなって思います。結構敷地広いですよね、あそこね。あ、そうですね、広いと思います。で確かね、あの競馬場の一等観覧席の遺跡みたいなのが残ってて、ね、だから好きな人は本当見たら楽しいのかなと思いますね。 そこはちょっとおすすめなので、うん、よかったら行ってみてください。じゃあデートスポットは、デートで行きたいところ、デートだったら横浜ワールドポーターズがいいかなって思います。そうですね、はい、はいはいはい、ズバリ見た目とか性格とか、なんか異性の好きなタイプとかどうですか？そうですね、好きなタイプは縁の下の力持ちタイプの人が好きです。なるほど、うん、サッカーで例えるとボランチみたいなボランチみたいな、わかりづらいですかねまあ縁の下の力持ち、中心選手ですね、はい、あの影の中心選手ですね。日本代表だと長谷部選手が好きです。 なるほどね、はい、そんな感じで今、はい、後ろに流れている曲なんですけれども、はい、マリエフム公式テーマソング、これたまちゃんが歌ってるんですよね。はい、ちょっとこの曲について教えてください。この曲は横浜の街をそのまま切り取ってきたような歌詞と、うん、海風を散歩しているような爽やかなメロディーが特徴の曲です。はい、もうこの曲を聴くとなんか懐かしい気分になれる
と思いますので、多分横浜に関係ない人でも多分きっとなんか心落ち着くような曲になっていると思います。では今回はこの曲でお別れしましょう。はい、横浜マリン FM 公式テーマソング浜風、どうぞよろしくお願いします。10月4日この曲がリリースされますので、大手配信サイトなどご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。街並み時が戻る。